顎関節症の原因と言われている筋肉を全てほぐさないと顎関節症っていうのは楽になっていきません。1日5分簡単に今すぐできる方法にまとめました。マッサージだけでもダメですよ。マッサージプラス正しい動きの理解っていうのがあるからこそ顎関節症を解決することができるんです。今回は顎関節症の治し方、マッサージについてお話をしていきたいと思います。まあ、この話をするのはですね、自分自身が顎関節症になって悩んだことがあったからなんですね。ちょうど開業当初ですね、開業するかしないかの時ぐらいにすごいハードワークだったんですね。病院に行って仕事をして、そして家に帰ってきてからは治療院の独立のための準備をするために夜中の2時とか3時ぐらいまでパソコンをいじったり、ポスティングチラシを配ったりとかしていました。でそんなことを続けてると、なんかこうこの辺の筋肉の緊張が強くなって、でこう顎が動かしづらくなったり、歯が痛くなったり、目の奥が痛くなったり、頭のこの辺が窮屈になったりと、いろんな症状が来てね、悩まされました。でもものすごい辛かったんですけども、やっぱりね、治療院をね成功させなあかんと思って痛いながら頑張ってやっていました。で、そういった経験があったので、それで自分で治す方法をそこで見つけられたんだなっていうのは良かったところではあるんですけども、で、顎関節症の原因っていうのは固まらないんですね。一つだけじゃなくてたくさん筋肉がありますので、全ての筋肉を緩めることによって顎関節症を改善することができるということになりますので、しっかりと最後まで話を聞いててください。まずは原因の話やっていきますよ。で、なぜ顎関節症になってしまうのかっていうと、転がり、滑りがちゃんとできていないっていうことが顎関節症でよく起きる原因です。顎関節っていうのはここのことを言いますね。はい、この顎の関節のことを言います。で、ここなんですけども、こういうふうに開いてるようにしてて、ここが転がってるっていうんですかね。はい、ウィングインってここを軸に動いてるように見えると思うんですけど、これね、実はこうなって少し前にぐーっと滑っていくのが正しい動きなんですね。はい、こう転がっていって最後に滑る、この転がり滑り運動が一緒に動くから顎っていうのはちゃんと動くんですよ。でもですよ、例えば噛む筋肉だったりとか、顎を動かす周りの筋肉が硬くなってしまって、ここの顎関節の動きが悪くなったとしましょう。じゃあそうなってしまうと、この筋肉たちが固まってしまい、前に滑る動きができにくくなってしまうんですね。じゃあできにくくなってしまうと、結局開けるときに痛みが起きたり、音が鳴ったり、違和感を感じる、口が開かないっていうことになってしまうんですね。だからこそ解決すべきなのは、この転がり滑り運動をできるようにしなくちゃいけない。じゃあそれをするためにはどうしたらいいのかって言ったら、この顎関節と言われてる関節を動かす筋肉の硬さを取っていけばいいということとなります。ですので、この筋肉をほぐしていきましょう。はい、ではいきますよ。まずはこの抗筋って言われるもんです。こう指をこの辺に当てていただいて、そしてうううって噛むと、ここがぷくぷくぷくっと膨れますよね。はい、この筋肉、噛む筋肉と書いて、この抗筋っていうのを緩めていきます。指を 2,3 本このようにしてもらって、はい、で、この抗筋のところをグッと左右から挟むように押していきます。そしてグーッと押してあげると、ちょっと痛気持ちいいようなところが出ると思います。そしてこの状態で、あう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 と、この抗筋を緩めてあげてください。しっかりね、動かしてあげてくださいね。で、こうして大体30秒ぐらいですね、あう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 って緩めていきます。で、横から見るとこんな感じですね。このうーって出た時に出てくるこの筋肉のちょっと上の方ですね。はい、この辺に指を両方2本当ててもらって、そして挟むように力を入れてもらって、このままグッと押し込みながら口をあうあうさせて30秒間マッサージしていきます。で、この時なんですけど、あんまり強くしすぎないようにしてくださいね。はい、はい、こんな感じですね。で、続きまして
側頭筋って言われるところに筋肉をほぐしていきます。で、側頭筋っていうのはこのこめかみの部分、この辺の筋肉になるんですけども、この側頭筋を触りながらですね、口をあうあうしてみてください。はい、開けたり閉じたりすると、で、ぐっと噛み締まったりすると、この側頭筋がぐっと力が入る感じがすると思うんですね。実はこの側頭筋、ここの横側の筋肉にはなるんですけど、この顎をぐっとこう噛み締める力がね、この筋肉がやってくれてたりするんですよ。だからこそこの筋肉の硬さも取らなくてはいけません。で、逆を言うと、この筋肉が硬くなるから顎関節症が起こして、この頭痛この辺に起きたりとかね、するわけなんで、ここをしっかりほぐしてあげましょう。はい、やり方なんですけども、この目の横のこめかみの部分、はい、この部分で口を大きく開けて、で、あうあうあうしてみてください。そうすると動くところがあると思います。で、動くところがあったら、そこにまた人差し指、中指を当てて、そして左右からグッと挟み込むように筋肉を押していきます。で、グーッと押していきます。で、押してってあげて、で、なんかこう脳天にね、ピーンとこう突き刺さるというか、放散痛というか、こう走るような痛みが出ると思います。そしてこの状態で口をまた開けたり閉じたり、開けたり閉じたりっていうのを30秒間やっていきます。はい、横から見るとこんな感じですね。こめかみの部分で指を当ててもらって、口を開けたり閉じたりして、で、動いてるところを確認しました。で、確認をしたら両方で挟み込むように力を当てていただいて、このまま30秒間ですね、マッサージしていきます。はい、行きます。はい、OK です。こんな感じでしっかり挟んでマッサージしてあげてください。次は内側翼突筋っていう筋肉です。内側翼突筋っていうのは口の中にある筋肉なんですけども、ちょっとこうね、画像をね、見ていただきたいんですけど、この口の中のちょうどこの口開けて、この辺になるんですね。はい、奥歯を越えて、で、グッとこう指を入れ込んでもらうと、こう硬いところがあるはずなんですね。で、その硬いところにこうグイッと指を当てていただいてですね、で、またちょっと軽く口をあわあわ開けてみると、動いてる感じがわかると思います。そしてそこの動いてる感じのところに指を当てていただいて、またこう上下にあわあわあわと動かしてもらいながらマッサージしていきます。はい、で、ちょっと汚いんですけど、ちょっと指でやりますね。こうして人差し指でこの手のところに手を入れます。あ、なんかね、一本ピンとこう立ってるところがあるんですね。そこを押すと、なんていうんですか、なんとも言えないよう、ね、な痛みが走ります。で、そこを押さえながら、あと口をこう開けていただいたり閉じていただいたりして、30秒間マッサージしていきます。はい、次は反対側ですね。反対側も同じように、人差し指をこのように引っ掛けるようにしていただいて、口を開けて、口の中にこうグッと指を入れてもらって、さっき言った内側翼突筋っていうところをグイッと押し込んであげましょう。で、押し込んであげるとね、こう痛いところがあるはずなんで、多分分かりやすいと思います。ぜひこのように引っ掛けてあげて、グッと引っ掛けてあげるような感じですね。で、これで30秒間マッサージしていきますよ。はい、っていうような感じですね。顎関節症の治し方、マッサージについて、続きましては胸鎖乳突筋をほぐしていきます。胸鎖乳突筋っていうのは、この首筋のこの筋肉ですね。
はい、この筋肉っていうのはこう顎を動かすので働く筋肉ではないんですけども、顎を動かす時のこの土台になる筋肉なんですね。頭を支えるで、この筋肉が硬くなってしまうと土台が崩れてしまうので顎にすごい負担がかかってしまったりっていうのもあるし、そもそもこの筋肉が硬くなると猫背を固定してしまうんですね。で、猫背になってると顎っていうのが非常に開けづらくなるんですよ。で、顎に負担がかかりやすくなります。だからこそこの胸鎖乳突筋も一緒にほぐしてあげましょう。で、胸鎖乳突筋に関しては10秒ずつ3箇所ほぐしていきます。はい、で、やり方なんですけども、まず右側をほぐしていくんですけど、首を左側向いてもらいます。そうするとこの胸鎖乳突筋っていうのがポコッと出てくると思うんですね。掴めるようになってくると思います。そしてそれを上から順番に親指と人差し指でこういう感じでパチッと挟んであげてください。はい、で、こういう感じでパチッと挟んであげて、で、ギューッと挟んであげるとツーンとこう痛みが出ると思います。で、この時にこの頭の横側だったり耳の方にかけてプスーンと痛みが出てくると思います。で、痛いところを見つけたらそれは筋肉の凝り固まっているところなので、そこで10秒間ほぐしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で近づいてもらって、次ちょっと下にずらして真ん中のところですね、真ん中のところをしっかり掴んでいただいて、そしてこのまま10秒間待ちます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、で、続いてまた下の方ですね、胸鎖乳突筋のちょっと下の方を掴んでもらって、これでぐーっと筋肉を挟み込んであげて、このまま10秒間マッサージします。はい、では反対側もいきますよ。反対側も同じように右向いてもらったら左の胸鎖乳突筋がポコーっと出てきます。そうですね、はい、この筋肉を挟んでいきます。上から順番にしっかりグッと挟んであげて、このまま10秒間マッサージしていきます。はい、で、次下にずれて真ん中あたりをつまんであげて、痛いところを見つけたらそこを潰すようにして10秒間待っていきます。はい、で、もうちょっと下のところ、もうちょっと下のところも押さえてあげて、そして10秒間待っていきます。で、そうするとね、この胸鎖乳突筋がほぐれてくると、この首あたりがしっかり安定してくるので顎が動きやすくなると思います。顎関節症の治し方、最後のマッサージ、まあこれはストレッチにはなるんですけども、硬膜ストレッチっていうものがあります。で、まあ耳を左右に引っ張って耳の穴を伸ばしましょうみたいな感じですね。はい、これはちょっとやっていきたいと思うんですけどですね、両手をこのように親指、人差し指、中指の3本の指を用意してもらって、そしてこの耳の穴に入るまでにちょっとこう指が入りやすい、このへこんでるところあるじゃないですか。で、そこにこう指をですね、ぐーっと引っ掛けてあげて、で、もう一本はこう耳たぶをつかむというか、こんな感じに指をかけてあげてください。で、反対側も同じようにかけてあげて、で、このままの状態で耳を左右外側に向かってぐーっと引っ張ります。で、引っ張ってあげて耳の奥が伸びてるような感じが出てきたら、最後に耳をこうグリッと軽く前に巻き込むような感じでぐーっと引っ張ってから巻き込むようにしてあげてください。そうすると耳の穴がぐーっと伸びてくる感じが出ると思います。で、この状態で深呼吸してください。はい、これで30秒いきます。
ていう風にしてあげると、さらにこの辺が楽になる感じが出てくると思います。そしてこう顎をこう動かしてあげると痛みがだいぶ緩和されてくると思います。で、ここで最後に正しい動き方も覚えさせてあげないとダメなんですね。で、その正しい動き方っていうのは、顎っていうのはですよ、あーって開くだけじゃないんですね。こうしゃくれる動きが必要なんですね。ちょっと前に滑って、そうですよ、さっきも言ったように顎っていうのはこの開く時の動きと滑る動きが大事なんですよ。この部分がちょっと前に滑らないとダメなんですね。だからこそ滑る動きを覚えさせてあげないといけないんですね。これが仕上げです。はい、マッサージすればいいってわけじゃないです。しっかり滑らせてあげましょう。で、滑らせてあげるためには、まずは顎を前にグイッとしゃくれさせて、そしてあーで開いてあげます。はい、顎をしゃくれて、そして開いてあげて戻す。顎をしゃくれて、あ、顎を開いて戻すっていうことをやっていきます。で、この時なんですけども、ちょうどそのこの骨の際のところですかね、顎のこうあーって動かすと骨が動いてるところ分かると思うんですけど、そのあたりをこう軽くグッと押さえてあげて、この状態で顎を前に出して、そして開くっていうことをやっていきます。で、これで30秒間やっていきますね。はい、いきますよ。前に出す、開く、閉じる。前に出す、開く、閉じる。前に出す、開く、閉じる。この時なんですけども、しっかりこの筋肉を押さえながらやってあげてくださいね。前に出す、開く、閉じる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 。最後、前に出す、開く、閉じるっていう風にしてあげると、関節が正しい動きを覚えます。はい、で、こうしてあげて動かしてあげると、顎が動かしやすくなると思います。はい、っていう感じで、以上ですね、5つの筋肉をほぐしてあげて、そして1つの正しい動きのこのリハビリといいますか、をやっていただくことによって、顎関節症の治し方が完成するわけなんですよ。なので、顎関節症の治し方っていうのは、5つの筋肉をほぐし、そして正しい動きを1つ覚えさせてあげることによってしっかり動かせるようになりますので、ぜひやってみてください。で、まあ、もちろん辛いと思うんですけども、しっかりね、筋肉によって起こってるもんっていうのは、やっぱりマッサージで緩めてあげないと効果がどん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 相乗していかないんですね。だからこそ、日々ですね、何回か続けてやっていくっていうことも大事です。一回やってうまくいかない、当然ね、そういうこともあると思うので、筋肉をほぐす上では何回も続けてほぐしていくことが大事になるので、しっかりほぐしていってください。で、顎関節症ね、辛いと思うんですけど、負けないでください。頑張ってやっていきましょう。というところで、今回は顎関節症の治し方、マッサージ方法についてお話をさせていただきました。本日の内容面白かったら、ぜひコメントくださいね。よかったらよかった、悪かったら悪かった、で、悪かったら何が悪かった、それもね、教えてください。ぜひそのコメントがですね、次のいい動画を作るためにね、必要なね、コメント、頻度になりますので、ぜひコメントください。どうぞよろしくお願いします。それではまた。